さあ始まりました、ワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回の企業はスペラファーマさんです。大手新薬メーカーからスピンアウトした会社ですが、成果次第で早期昇進も可能ということで、若手社員の活躍についても今日聞いてみたいと思います。では改めまして、今回のゲストをご紹介いたしましょう。スペラファーマさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、林さん、桑谷さんにお越しいただきました。今日は大阪からいらしたんですか？あ、はい、今日は大阪から新幹線で。新幹線で、はい、ありがとうございます。普段忙しく仕事されてるかと思いますが、休日はどんなふうに過ごしてますか？あ、僕の方は、はい、友人と、会社の友人も含めてなんですけれども、外に飲みに行ったり、ご飯食べに行ったりすることが多いかなと思います。リフレッシュ方法なんですね。クワトリさんはいかがですか、休日の過ごし方？はい、私は子供が2人女の子いますので、はいはい、もっぱら家族サービスと、あ、はい、そうですね、あとはもうその子供たちと何かしらして遊ぶっていうのがもう休日です。あ、そうですか、はい、こう仕事とプライベートのバランスというのも取れてますか？そうですね、はいはい、ありがたいことに弊社そのあたりの、理解も、はい、だいぶ高い会社だと思いますので、そのあたりもそうですね、家族の、サポートなんかも、結構できるような体制は整っているかなと思います。そうなんですね、はい、そのあたりも今日は詳しく伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。今回のトークテーマはこちらです。はい、1から5までございます。ではこの中から早速一つ目の質問です。超巨大産業である医薬品業界、今まさに大きな変革期を迎えているということで、まずは業界の全体像についてお伺いします。変革が進む医薬品業界で CDMO が注目されるわけは、ということで、分業界ともなって近年注目されているこの CDMO、 改めてここのご説明からいただけますか？はい、ではこちらは、はい、私の方からご説明させていただきます。そうですね、我々その CDMO は、自社製品というものを持ってはおりませんので、はい、あくまでもこう製薬メーカーさんであるとか、アカデミア、スタートアップ企業様、ベンチャー企業様からですね、お話をいただいて、受託というような形でビジネスを行わせていただいてます。でこちらは、そうですね、はい、これまでのやはりどうしても一社完結ですと、その一つのお薬を、市場に出すまでに、大体 14、15 年かかるという、ちょっと長期で、あとはやはりどうしてもコスト面ですね、っていうところで、やはりどうしてもなかなかそれに対応できる企業様の方も、少なくなってきているのかなというような背景があるのかなと思ってます。そんな中でですね、創薬エコシステムというふうな呼ばれ方をしておりますが、それぞれの、いろんな企業が、得意分野で力を発揮することで、そういった、お薬が出来上がるまでの時間を短くしたりですとか、それぞれの得意分野を生かすことでコストが下げれたりというところで、日本の、薬作り、創薬力というところにもやはりこう分業していくというところが、メリットがあるというふうに、考えられて、こういった、変化が進んでいるのかなとは考えております。それぞれのこう強みを生かしてというわけですね。はい、これまで業界にあった CMO との違いというのはどういったところですか？そうですね、はい、CMO、様もですね、我々と同じく受託企業の一つではあるんですが、どちらかというとですね、CMO の M がマニュファクチャリングですので、はい、製造の部分ですね、大量生産であるとか、商用製造というところに強みを持っていらっしゃる企業様になるかと思います。で我々 CDMO、D の部分ですね、デベロップメントの部分、開発というところに、強みを持っているような企業となりますので、医薬品の製造開発という部分の開発の段階から関われるというところで、関わる範囲が広くなっているのと、お薬作りの初期から関わるというところが、CMO 様との、違いにはなるかなと考えています。そうなんですね、はい、
こう CDMO が社会に対してこうどんなインパクトを与える可能性があるんでしょうか。そうですね、はい、まずはやはりそのコスト面であるとか、お薬の出来上がるまでの期間というところはもちろんだとは思うんですが、はい、CDMO 業界が、活性化し、世界と対等にこう競えるだけの、技術力を持つ CDMO が増えていくことによって、はい、正直これまであまりお薬を作れなかった希少疾患の領域なんかでも新しいお薬の製造開発っていうところが進んでいくんではないかなと思っておりますので、やはりこう、製薬メーカー様も企業ですので作った、お薬を作るのにかかったコストは回収しないといけないっていうところで、はい、なかなかこう、そうですね、ちょっとあまり良くない表現かもしれませんが、お薬が大量に使われない疾患とかっていう部分は、はい、やはりどうしてもこう、着手しづらかったりですとか、そうですね、お薬自体の値段が高くなってしまったり、本当に必要としている方々のところに手が届かないっていうような、状況もあったかと思うんですが、CDMO 業界が活性化し、はい、CDMO と呼ばれる企業が増えることで、例えばアカデミアさんですとか、はい、ベンチャー企業さんのようなスタートアップ企業様がですね、見つけた、化合物、候補化合物を、商用に持っていくという流れがこういろんなルートで、はい、持っていくことができるようになるということでは、業界全体に与えるインパクトっていうのは大きくなるんじゃないかなとは考えております。市場規模の拡大というのも見込めるんでしょうか。そうですね、はい、やはりその一社完結型がどんどん少なくなっているという部分と、はい、それを維持し続けるコストというところで、その製薬メーカー様の方でもですね、その工場の閉鎖合併というようなものが、はい、進んでいたりもしますので、ではその、そうですね、閉鎖したところで代わりになるとかどこなのかであるとか、はい、合併した先でですね、じゃあどこがお薬を作り上げれるのかってなった時に選択肢に上がってくるのが、CDMO という形にはなるかなと思います。ですのでこれからどんどん、市場としても拡大はしていくかなというふうに想定はしております。ありがとうございます。では続いて2つ目の質問です。業界全体の現状が分かってきたところで、改めてスペラファーマならではのポイントについて掘り下げていきたいと思います。スペラファーマならではの強みや社会貢献性とはという質問です。はい、まず強み、どういったところでしょうか。じゃあこちらも私から、渡辺さんから、はい、そうですね、強みとしてはやはり、国内最大手の、企業様の一部門であったというところで、培ってきた、知識経験、あとはノウハウという部分ですね、こちらは強みになるかなと思っております。で、さらにですね。